配信チェック。あ、あ、あ。完璧。で、ツイート。ウィー。違うでしょ？こっちだ。OK。で、ツイート、ツイート。映像。リンクをツイート。で、配信。配信。名作 RPG あるぞ。テイルズ・オブ・ベスペリア。テイルズ・オブ・ベスペリア。で、シャープ。6。過去ネタバレあり。違う。過去ネタバレあり。で、画像を貼っとくと。てるる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 る
グッド。で、配信はできていると。で、パパッ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 4号。かっこいい。パーティー。かわいよ。エッチ。渋い。どこまで進んだっけ？覚えてないんで。はい、楽勝です。テイルズ・オブ・ベスペリア第6回目。あー、そうだそうだ、ノードポリカ、ベリウスに会いに行くぞっていうとこまでやったんだよね。いいね。もういい感じに酔っ払ってるから今もう超絶楽しいわ。何が起きても楽しいだろうね。まあ眠くなったら寝ます。こっちはこちら測量ギルド天地の穴蔵だよ。
はいはい。ここは世界で唯一の闘技場。かなり遠方からわざわざ来る人も多いんじゃよ。あんたらも遠くから来たんじゃろ。そのバラバラな格好見れば誰でもわかるさ。なるほどね。服装の違いからこいつは旅人だなって分かっちゃうわけだ。じゃじゃん。ダマスカスソード、ありだね。まずは合成からだな。カロリアンソードもまだ覚えてない。でもプラス1にしても大丈夫だな。ありだ。はい。うん、で変わんないもん。覚えるスキルは。ブル、え、コンボ、あ、今そういうことか。今装備してるね。じゃこれブルードラゴンプラス1でも変わんないね。じゃあプラス1でしょう。お金4万も持ってんのか。結構持ってるな。バスタードソード、ありだね。あ、2個目だ。買ってる。もったいないことした。鬼包丁メニメニフィニッシュ。テテテレ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 テ。恋するメニマニだっけ、なんだっけ、なんかあったよね、定休のオープニングかなんかで。クレセントアックスプラス1持ってる。ウォーパイクプラス1。ウォーパイクは全部持ってるからプラス1しても OK。 ハルバー、ウッドモール、ウッドモールプラス1持ってないじゃん。あー、神木がないんだ。神木ってどこで手に入るんやろうね。唐突な関西弁。クリティカルデズエ、あー、デズエール砂漠か。まだまだ先だな。なんで先持ってんの。砂鉄はないけど先は持っている。どうしようかな。作っとくか。アイアンハンマー。これ何が足りないの。あー、なんだっけこれ。かかとじゃなくて、キビスじゃなくて、ひじりじゃなくて、読めない。読めない定期。ウィザーズホルムプラス1、デズエ砂鉄か。機械に入った。デズエ砂漠プラス1、3つ欲しいね。じゃあ、デズエ砂鉄が3つ欲しいね。そしたらプラス1結構作れる。チェンウィ、あー、ウロコか。いや、ウロコは手に入るんじゃないの。すぐ手に入るんじゃないの。ハイパワーヨヨ、これちょっと覚えておこう。持ってるね。スナイプサイフォス、スマッシュボール、あー、アルファ、エイ、うん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 、玉鋼、玉鋼がないな。コタ、あ、持ってる。ヤタガラス、ツビープラ1は持ってる。プラ A もプラ B も作っていい。あ、アタックフェイントが、これアタックフェイントじゃない。オールチェックかリカバリングガード。あ、結局クラマンは作れんのか。あ、
蜘蛛の巣はないから、こっちは作れると。で、持ってると。竹見和ちゃん、嵐。こいつ、嵐ですよ。竹見和ち。竹見和ちは、どうなの？まだだ。ラッキーリミッツと、リミッターか。ダメだ。まだ作れない。デズエサテス5、5個必要だね、5個。計。計5個。アクアディンゲン。リングディンタン。うわー、これも、ストームブリンガー。マンゴー種。あー、また、砂金か、こっちは。クモの巣と砂金欲しいね。カメコウか。カメコウ作った。ナイトヘルム。1個しか作れないね、これは。悩みザウルス。1個作っとこう。2くらいじゃな。不思議な布。これ使いたいけどね。ファインベレット。持ってるだろ、ファインベレット何個か。持ってないんか。いや、もったいないな。うわ、その上がある。ナイトアーマー。うわ、しかもユーリしか作れないのか。悩みんご。まあ、ユーリは固くないといけないから。仕方ないね。うわー、マイティモー。ナビメタル、ドングリメット。いろんなものが必要だね。覚えられないよ。お、来た。ジュディの、あれが上がる。ディフェンス。防御力。ハードコート。いいよ。アマガッパはつけてる。メタジャ。ナビメタル。ナビメタルもたくさん欲しいね。ピオハン。レギンス。ああ、これ欲しい。落ち。ブルーゴーグル、まあ。コスプレ系はね、後々でいいよ。とりあえずこれで装備。こっちは防御力が上がる。今持ってんのは攻撃力が上がる。いや、こっちだ。間違えた。ナックルダスター2個か。ナイトヘルム。ナイトアーム。いいんじゃない？ウィザーズホルム。強くならん。リベットベルト。アクアディンゲン。アルバー。どっちだろうね。ウォーパイクはきついからトライでしょ。ハードコート。わあ、ガルド 1.5 倍か。おいしいかも。おいしいかも。バトルナイフ。ナンベッド。バトルガー。マンティ。太郎はオッケー。
小太郎 2B。 なんでここ 2B か。ヤタガラス、クラマ、竹見和地、オッケー、ラウンドベレット、アーマガッパ、いいんじゃない。で、うわー、買えんのか、ナイトヘルム。てか値段そんな変わんなくね。二人に買ってあげよっか。12と19上がるんならしょうがないね。どっちも戦力じゃないけど、スタメンじゃないけど。うわー、これは絶対欲しい。金いくらあっても足らんな、これ。でもこれもどうせ見つかるんだろうな、道中。なんかそう思うとマジで無駄だけど。お金で余裕を買ってる。そう思う。ボスとかに負けてもう一回とかなったら時間の無駄だし。笑顔咲く。こんなもんかな。君と俺はこの街を治めるパレストラーレの一員だ。夜中だってこうしてパトロール中だ。不審者がいりゃすぐに飛んでって制裁を下すぜ。ちょ、ユーリじゃなくて俺ジュディ使いたいな。パティいなくなっちゃったのマジ悲しい。間違えた。どう？攻撃力、あ、さすがに攻撃力は有利の方が高くなったか。でも防御力はジュディの方が高いわ。やっぱ脳筋コンビ2人とヒーラー魔法少女、この2人かな。パワー系、スピードタイプ、器用貧乏、いいんじゃないか。いいパーティーじゃんか。なかなかに。ああ、マスターズ欲しいね。え、何が被ってるっすっけ。どれだ。リカバリングとアピール。ロープ。スピアディフェンス。ああ、いいよ。じゃあ、スピアディフェンス、ね、作る。バーストアーツ欲しいけどね。できれば。できればね。こいつマジでスキル多すぎんな、能力値に対して。グッジョブもつけてね。バイタリティはつけようよ。わ、バックステッパーマリン。レジストもあり。こいつつけたいスキルが多すぎるな、この男。メディカルブースト。オートメディスン。アピールとかコンピューターしないだろうか。ステップアウェイ。レジスト。いや、マジカルかな。4使える。アイテムスロー覚えなさいよ、あんたは。いや、これいらない。まずアイテムスロー。じゃあレジスト切りのバックステップ、ドヤドヤさ、いいんじゃないの。アイテムスローは覚えてくれ。アピールいらんでしょ、どうせやんないんだから。ハンター、あー、飛んでいる敵に対して、いや難しいもんな、弓当てんの。飛んでいる敵にどうせ当てないと読んで、なし。
パティ。斧を装備した時って斧以外は装備できないだろこいつは。違うの、そんなことないの。パワフルダメージ、クォーターダメージいらない。4か、やっぱいらねえだろ。クリティカル7、イベージョン、アイテムスロー絶対。バックステップも欲しいけどね。イメトレ大事大事。いや待って、イメトレつけ、あ違う、コントロールついてんのか、重複してんのか。バックステップ。ハンターファングもいいけどね。まあいいや、とりあえずこれで OK。 よいしょ。 なんだ、闘技場に参加ご希望ですか。こんな夜中に出られると思ってんすか。こちらは新しい大会用の受付です。現在準備中です。しばらくお待ちください。こちらは闘技場各種大会の受付です。闘技場都市の名に恥じぬよう、ナイターでも戦えるようになっています。ぜひご参加ください。ナイターでも大会を行います。安心して切り合いますので、どしどし参加ください。私は受付助手です。夜の仕事は歌手です。いける。この先は我が主、ベリウスの資質だ。立ち入りは控えてもらう。そいつに用があるんだよ。そのベリウスさんに会いに来たんです。何だった何だった。お前たちは誰だ。ギルド、ブレイブベスペリアだよ。聞かぬ名だな。聞かない名前だな。主との約束はあるか。え、いや、約束。残念ながら我が主は約束のない者とは会わない。ドン・ホワイトホースの使いの者でも。ドン、これは失礼。こんな言葉で。我が名はナッツ。いや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 。この町のドゥーチェ代理を務めている。なんでこんな言葉で信用しちゃうの。お前も甘いぞナッツ。まずなんか紙もらってからだ。我が主への用向きならば私が受けたまわろう。すまないね。一応ベリウスさんに直接渡せってドンから言われてんだ。そうか。しかしながらベリウス様は新月の晩にしか人に会われない。なんで。できれば次の新月の晩に来てもらいたいのだが。次の新月か。なんで新月の晩だけ。そういう主義なんでしょ。わかんないわよ、他人の考え方なんて。確かし満月はつい最近だったし、新月はまだまだ先ね。なんだっけ、何日、12日だっけ、15日だっけ。出直しますか。7日だっけ。いないんなら仕方ないもんね。なんか周期があるよ、ね、わざわざ悪かったな。ドンの使いの者が訪れたことは連絡しておこう。頼むわ。じゃあ今のうちに砂漠の情報を集めてはどう。ありだね。フェローの情報もね。私はエアルクレーネの情報を探したいんだけど。これだけ人の集まる場所なら期待できそうですね。そんな人多くなかったけどね。先に宿に行ってていい。夜だから。とりあえずドンに経過報告の手紙出しとくわ。ナイス。ああ。じゃあ私らも行こう。レイヴンがパーティーから抜けました。ベリウス様は新月の夜だけ客にお会いになる。会いたいなら新月の夜に来るんだな。こっから先は闘技大会の選手のみが立ち入りを許される。なんつんだっけこれ。名前が出てこない。なんか綺麗な女の人がなんかみたいな感じでモデルみたいな人がみたいな感じでウォークするやつ。名前が出てこない。それ待て、話変わってないか。エアルクレーネ、いや聞いたことない。それがこの街を乱す悪い奴らだったら俺たちパレストラーレが許しちゃおかねえぜ。生きてんな。コゴールサガバックへ行くには
カドス山脈の切り通しを抜けてくって手があるんじゃ。じゃが砂しかないぞ。何しに行くんじゃ。こっちは。お前はずっと変わんねえな。あ、なんか人増えてる。お前さっきいたか。怪しい。お前ヒントをくれる人だな。ここから西へ数十キロ行ったところにある瞬間なる山道は母なるカドス山脈。趣のある呼び名ですが、この町の人たちしかこの呼び名を使わないのです。だからなんだ。母なるカドス山脈を越えれば小堀砂漠ですが、あの山を越えるには相当準備が必要です。なるほどね。その山越えろっちゅう感じか。いらっしゃい。お泊まりかい。連れが来ていると思うんだけど。お連れさん。いえ、今日はまだ誰も客は来てないけどね。あら、ふらふらとしょうのないおっさんだな。だったらもう少しいろいろお話聞いてまいりませんか。だな。どこに。外。同じクリティアだ。ここから西の地にあるクリティアのルーツを探るためデズエール。やっぱ変わんないな。話の内容変わってない。変わんないね。誰かいるんだ、イベントで。おい、パーティーちゃん、パティちゃん。あ、パティだよ。何してるんだろう。買い物みたいですね。これとこれ、くれなのじゃ。あ、はい。ちょっとあんた。何？その格好、すいませんが、あなた、アイフリードのお孫さん？いやね、ちょっとした噂が流れてるんだ。アイフリードみたいな服着て、その孫だって名乗る娘がいるって。あら、あ、なんか気づいてる。は、孫、孫って。何、アイフリードの孫なの。やっぱり。あら、全部で450ガルドになります。結局売るんだ。悲しい目しないでよ、パティ。もううちにはあまり来ないでいただけますかね。ひどい。それはうちがアイフリードの孫だからか。そのですね、うちは別にいいんですよ。でもね、ほら、お客さんとかが。え、いや、私、いや、ちょっと待ってくださいよ。やめなよ、こんな子供に。私は何もそんなこと。ひどいよ。ちょっと言ったじゃないですか。ギルドの義に反したやつの孫が来たら店のイメージダウンだって。そりゃあ、だって人々を守るっていうギルドの本分破って、多くの民間人を殺戮した人物の孫だし。それは。あら、くだらねえ話してるじゃねえか。なんだい。こんな子供に何の責任があるってんだ。こいつが直接何か悪いことをしたか。そうだ。まあ、ユーリ、そうカリカリするな。いつものことなのじゃ。強い女の子だね、パティ。あんたね、こいつはあんたのことを思って。分かってるよ、そんなこと。心配せんでも、うちはすぐにこの町を出ていくのじゃ。じゃあの。ちょっと、あんた。悲しい。パティに悲しい思いさせないでくれ。まったく。パティがアイフリードの孫ってどういうことでしょう。そんな話聞いたことないけど、本当なのかな。さあ、どうだろうな。にしてもアイフリードってそこまで評判悪いのか。ブラックホープ号事件でギルドの信用を地に貶めたから、ギルドの関係者は悪く言う人が多いよね。なるほどな。ユーリ、パティほっといていいんです。あの子のことよ。強く生きるわ、きっと。ああ、それより早く帰らないと
おっさんが待ちくたびれてまた悪さを始めかねないぜ。そうですね。アイフリーズ。パティ、大丈夫でしょうか。強い子ですもの。そのうちまたひょっこり顔を出すよ。パティはアイフリードの孫って本当に本当なのかな。本当だとしてもあんな仕打ちはひどいです。パティは何も悪いことしてないのに。ギルドの信用はともかく、事件の怒りや悲しみの矛先がパティに向くのは無理もないのかもしれない。そうですね、憎むべきアイフリードがいないですもん。だけどパティを責めていいわけでもないよね。当然よパティ、あんなことに慣れちゃダメです。早くまたパティ使いたいな。ほら。おや、さっきのお客さんだね。もしかしてあんたのお連れさんって派手な服装のヘラヘラした人かい？ああ、そのヘラヘラだ。そうかい、お代はもらってるから好きに休んでおくれな。ポッポラじゃん。じゃ、もう休むか。そうですね、旅の疲れもありますし。どうした？あ、エッセル夜風に当たりに来たか。城に帰りたくなったか。ホームシックか。ちょっと落ち着こうと思って。フェローに言われた言葉が耳から離れないんです。そりゃそうだよな、あんなきつい言葉言われたらな。ああ、なんか言ってたな。忌まわしき世界の毒は消す。世界の毒ね。好きな子いじめるタイプなんだよフェローは。確かにそんな連中が世の中にはいるけどな、少なくとも俺にはお前が毒には見えねえがな。それって励ましてくれてるんです？思ったこと言っただけだって。ちょっと元気出ました。ちょろ。あ、ユーリ、ほら、あれ。ん？あれがブレイブベスペリア、リリの赤星です。リリの赤星っていうの？夜空で最も強い光を放つ星か。一等星じゃないの？ただそれとは違うの？あの星には古い伝承があるんです。その昔、世界を滅亡に追い込む災厄が起こりました。人々は災厄に立ち向かい、多くの命が失われました。最悪。皆が倒れ力尽きた時、ある兄弟が現れました。その兄弟は力を合わせ災厄と戦い、世界を救いました。妹は満月の子と呼ばれ、戦いの後も大地に残りました。あれ誰だっけ？レオナじゃん。レオナ。兄は満月のリリの赤星と呼ばれ、空から世界を見守ることにしました。おしまい。恐れ多い名前をギルドにつけちまったな。あの輝きに負けないくらい立派なギルドにしてくださいね。ああ、今度カロルにも聞かせてやらないとな。名前負けして格好悪くならないように。俺帰るわ。お前もリタあたりが心配する前に帰ってこいよ。はい。
ケメンは。僕らの目的は闘技場の街というだけあって、いる人たちの顔ぶれは様々ですね。そうね、目的がバラバラだもの。戦う人もいれば見物客もいる。私らみたいのもね。私たちは周囲の人たちにどんな風に見られているんでしょう。戦い目的じゃないかしら。あんたとユーリはそうでしょうけど、エステルはどう見たって見物客でしょう。確かに。なら僕は迷子の子供じゃない。そんなひどい。じゃあ俺、やっぱりいいわ。なんか予想できたんで。賢い。どこ行くんだ、この後どうすんの。いや、こっちじゃないな、多分そ、あ、何これ。最新情報をお届けの情報や、今ホットなのは無敗のチャンピオン、高貴な鎧に身を包み、その剣さばきの見事なこと。ようやく商品の道具が一通り揃いました。あとは装備品が届けば前倒しに開業できるんですけど。焦らない焦らない、開業までとりあえず一休みと。俺この町に住んでんだぜ。いいだろう、すごいだろう、羨ましいだろう。ああ、お前は話した。お前も話した。友達がさ、ここの居住区に引っ越したから遊びに来たんだよ。それなのに入れてくれないんだよな。ちょっと怖いね。この町は地の宝庫です。さすが長い歴史を歩んできた町。深く知るほどに世界の裏が見えてくるんです。外出ればいいのか、外出ればイベント起きるか。ねえねえ、そこの石像なんでお顔がないの。誰かにいたずらされちゃったのかな。そうだよ、この町の自治をしているのはギルドパレストラーレ。そのボスはベリウスと呼ばれる方。この町じゃ尊敬の念を込めドゥーチェと呼ばれるが、世界広しといえど町を治めるギルドはパレストラーレだけだな。ダングレストの場合支配しているのは実質ドンとユニオンだから。何を、はあ、してるか、はあ、だってふー今度は大会に出ようかと思ってな。体を鍛えている最中さ、まず体力をつけないと。偉い、あんたら戦いに来たんだろう。目を見りゃ分かるよ、好き者だね。でもそういう奴らがボロボロになるさを見られるなんてたまんねえよな。性格悪し。おめえが先に手を出したんだろうが。あら、はあ、何言ってんだ。お二人とも、やめてください。あら、ルインズゲートじゃん。こんな無知中では皆さんにご迷惑が。ガヤスコネロ、物騒なもん振り回すなよ。なんだお前。私が悪いのなら後で謝るわ。あなたたちが悪いのだとは思うけれど。チニコ。大丈夫です。あ、これはご親切にどうも。お、あなた方は確かカフマンさんと一緒におられたギルド、ブレイブベスペリアだよ。しゃっかり宣伝してるし。いいじゃない。あんたはルーインズゲートのラーギーだっけ。喧嘩を止めたいんならまずは腕っぷしつけな。ああ、はい、すいません。どうも。皆さんを見込んでお願いしたいことがありまして。ルーインズゲートのお願いなら放っておけないね。売名チャンスだね。ま、内容にもよるな。なんだお願いって。ここで話すのはちょっと。闘技場まで来てください。そこでお話しします。人に聞かれたくない話か。なんかヤバそうだね。確かに裏がありそう。でもルインズゲートに顔が通ればギルドでの名も上がるし、
欲張ると一つ一つがおろそかになるわよ。今の私たちの仕事はフェロー探索とエステルの護衛だからな。確かに一個ずつ片付けた方がいいんじゃないか。そうだね。うん、えらい気をつける。人の言葉を聞くいい子供です。でも話聞いてから受けるかどうか決めても遅くないのでは。ああ、悪魔のささやき。そうだな。しょうもない話だったら断るわよ。私たちそれどころじゃないんだから。とりあえず闘技場に行ってみるか。話だけでも聞きに。ピンクの悪魔のせいで火事が変な方向に切られてしまった。どこ？ルインズゲートどこよ？パナマどこよ？どこだよ？こっちか。そんな遠くじゃなくていいんじゃないか？結局え？申し訳ないが、今我が主は客人にはお会いにならない。出直してきてほしい。よう、なんか縁があるみたいだな。縁などまやかしだ。声かっこよ、お前。あんたの言う通りかもな。こんなところで何してんだ。縁などまやかしだ。この年の古くよりの主に挨拶に来た。この年の古くよりの主に挨拶に来た。ベリウスか。あんたもどこかのギルドの使いか何かってわけじゃなさそうだな。そのような卑俗なものとは違う。卑俗。卑俗ね。あんたはどんな高尚な用事持ってきてんだ。いいね、いい皮肉。答える必要はない。お、なんだっけ、あの電車の、うわ、なんかあれ思い出せるの。なんだっけ、拒否する、拒否すると、なんかちょっと似たような感じだね。あなたたち公務員に肖像権はない。拒否する。まさか世界を救うとかそんなんじゃねえだろ。あ、鼻で笑う。なんだあいつ。お前負けとるがな。なになになに、話だけでも聞くよ。受けるかどうかはまだ決めてないぜ。話を聞いてからだ。実はアレストラーレを乗っ取ろうとしてる男を倒していただきたいんです。乗っ取り？この町を？いきなり物騒な話ね、それ。でもなんであんたがそれを止めようとしてんの？別のギルドのことだし、ね、ほっとけばいいじゃない。アレストラーレには闘技場遺跡の調査をさせてもらっていまして。ああ、なるほど。そっか、そういやこの町すっごく古いんだよね。もし別の人間が上に立って この町との縁が切れたら、エンテレケイヤに申し訳ないです。エンテレケイヤ。エンテレケイヤって何？あ、すみません、 ご存知ないですか。煽られてる。ムカつくなお前。この町を作った古い一族で、我がギルドとこの町の渡りをつけてくれたと聞いています。ふん、古い一族ね。それってクリティア族のこと？やべ、むっちゃ眠くなってきた。で、どこの誰なのよ、その物騒なやつって。闘技場のチャンピオンです。お、は、何それ？や、やつは大会に参加し、正面からパレストラーレに挑んできたそうです。そして大会で勝ち続け、ベリウスに急接近しているのです。 とても危険なやつです。かっこいいじゃん。ベリウスの近くからは排除しなければ。正々堂々って感じじゃん。そりゃパレストラーレも追い出すに追い出せないわ。で、早い話が、俺たちに大会に出てそいつに勝てって話なんだな。恐縮です。
回りくどい。そいつの目的って本当に闘技場の乗っ取りなわけ？もちろん男の背後にはリヴァイアさんの爪がいるんです。あのルー語を喋るリヴァイアさんの爪はこの闘技場を資金源にしてギルド制圧を。キュモールの野郎あたりが考えてそうな話だな。まさかキュモールとリヴァイアさんの爪はつながってる。さてヤブをつついたら何が出るか。どちらにせよリヴァイアさんの爪が関わっているなら止めないと。帝国とギルドの関係が悪化するばかりです。フェロンはどうするの？こんなのじゃいつ会えることか。嫌味言うねエロお姉さん。でもあなた本当にやりたいことって何なの？追い打ちかけるね。本当にやりたいこと。あのすみません、難しいでしょうか？難しくはないわ。やるんでしょ？話を聞いてしまったし。うん、ギルドとしても放っておけない話かもしれないし。じゃあ誰が出るわけ？エステリア、リター、レイブンにもお願いできないよ。これはルインズゲートに対してブレイブ・ベスペリアが受ける話だもん。それじゃあ。悪いけどジュディとどこかでぶつかるのは勘弁だな。あら、私はやってもよかったのに残念。今回はおとなしくしてるわ。ボスが出るまでもない。俺でいいだろ？お引き受けくださるので。何？なんかメリットあんの？うちに。ああ、チャンピオン倒しはギルドの名も上がるしな。そういうメリットか。俺たちにとっても悪い話じゃない。金銭もらってもいいと思うけどな。そうだね。では準備ができたら受付で手続きしてください。なんだこれ、なんか新しい遊びを見つけてしまった。なんだこれ、90度しか動かない。寄ってって、見てて、寄ってって。嫌いかも。人間はファーストインプレッションが9割って言うけど、お前のことは嫌いかもしれない。百戦錬磨、闘技大会勝ち抜き戦、参加者受付中です。やりますか？やられますか？あらら、怖くなったのですね。度胸をつけて、またどうぞ。別に俺は女でも殴れるぞ、顔とか。寄ってって、見てて、やってって。百戦錬磨、闘技大会勝ち抜き戦、参加者受付中です。やりますか？やられますか？参加するんですね。じゃあ張り切って中までお進みください。やってよかったのか。みんなと別れました。久しぶりにユーリ操作する。お待たせしました。ただいまより闘技大会を開催します。最初にこの大会のルールを説明しましょう。まずトーナメント方式で行われる予選を勝ち抜いていただきます。3回勝ち抜けば大会チャンピオンと対戦となります。見事チャンピオンで勝てば素晴らしい賞品とともにあなたにチャンピオンの座が譲られます。それでは第1回戦参りましょう。ユーリー、運動会の母親。ユリならきっと大丈夫だよ。怪我しないようにほどほどに。出たかったわ私も。まだ寝てるし。俺もジュニーで出たかった。めちゃくちゃ目立ってんな。こりゃギルドの名も上がるわ。さあ本日の1回戦、闘技場のニューフェイス、フレッシュギルドブレイブベスペリアのユーリー・ローウェイ。大将最低、元騎士にして政治活動家、東国歴もあるぞ。ニョキリ、東国歴もあるぞ。島になるか。
と呪文じゃん。結果は一目瞭然。自分の名前叫ぶ鳴き声。さあ地獄と天国の分かれ道、注目の第1回戦ファイト。すぐ楽にしてやる。で次の設定をしないと。沿線が総流連合。沿線が総流連合。余裕。あれ使おう。よっと。ああ、やめてよ。沿線が。ま、肩慣らしはこんなもんか。ファイング。第2回戦、地獄のバンダラ盗賊、ジュゲムジェローム。人手はどこだ。人手をくれ。持ってるやん。対しますはブレイブ・ベスペリア、ユーリーの上。戦いはまだまだ始まったばかり。冥界の扉に対戦相手をぶっかんじまえ。第2戦ファイト。バンド。ジタバタするなよ。ジュゲーム。ジュゲームジュゲーム。ふえ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 。レンガ。ふえ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 。ああ。ふえ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 。レンガ。ふえふえふえ。ハマったか？よし、まだまだ軽い軽い。レタス。続きまして第3回戦、不敵なる仮面の剣豪ジョアン・ドゥー・マルク。華麗かつ剛腕なり、私の剣騒ぎ受け止めよう。対しますはブレイブ・ベスペリア、ユーリーの上。マグレが実力か、ここで全てが決まるはず。熱くたぎる魂の炎を消すのはどっちだ。ファイト。確実にし止める。覚悟しな。レンガ恐竜レンガ。電線が恐竜レンガ。おりゃ。おりゃ。なんだこんなもんかよ。ソリメン剛力玉。あいつ頑張るじゃない。まだまだ盛り上がっていくぜ。そう、次こそメインイベント紹介しよう。大会史上無敗の現闘技場チャンピオン。チャンピオン、興奮してる。え、どういうこと。甘いマスクに鋭い眼光。あら、フレミオンシーホー。何やってんの。こんなところで何。お前か、闘技場乗っ取ろうとしてる悪党ってな。冗談はやめてくれ。一体何の話だ。こりゃはめられたかな。おい、マジかよ。あの遺跡発掘のおっさん、コツコツとタイプの善人じゃねえのかよ。そうらしい。男たちよ、燃えたぎる熱き闘志を見せよう。注目のファイナルファイ。危ないじゃないか。観客に八百長試合を見せるわけにはいかねえだろ。少しは手加減をしてほしいな。よく言うぜ、簡単に受け止めやがって。よっと。はい、構想力。何こいつ。おい、マジかよ、こいつのけぞらないんだけど。さあ、よっと。手短に事情を聞こうか。だよこれ、負け入れかよ。騎士団の任務だ。それ以上ないよ。
闘技場で勝ち抜く任務って一体何のことだよ。それも隊長自ら。言えないんだ。よっと、マシンキル205? はい、待て、分かった。おい、時間制なのかこれ。隊長になって張り切るのもいいが、あんま一人で無理すんなよ。張り切っているのは君だ。そんな楽しそうな姿を見るのは久しぶりだよ。君こそ、そろそろエステリーゼ様を返してくれないか。悪いけど、それは俺じゃなくて本人に交渉してくれよ。エステリーゼ様は僕の言うことに耳を貸してくださらない。あのお姫様は俺の言うこともなかなか聞いてくれないで。確かに。おい、交流連打だ。出るのか。そろそろ茶番はやめないか。どうやって、ここでやめたら大ブームだぜ。ユーリー・オーウェル。うわ、出た、アタオか。あいつ、これは大変、大ハプニング。舞台上の主役たちもお株を奪われた感じか。なんかユーリ、俺に殺されるために生き延びた男よ、感謝するね。なんか左腕になんかビームみたいなつけてんの。生き延びたのはお前のためじゃねえぞ。俺を初めて傷つけたお前を俺は絶対この手で殺す。やる気出すならもっと別のことにしとけよ。うわ、見ろ。ブラスティアよ、あんな使い方するなんて。なんか気持ちが悪くて動機がするわ。あのブラスティア。あ、ジュディス、いても立ってもいられなくなっちゃった。これはもう大会の様子はどこやら。っていうか、私も逃げるべき。どうだこの腕は、お前のせいだ、お前のためだ。ユーリ、アタオカですな。さあ、この腕をぶち込んでやるぜ、ユーリ。しつこいと嫌われるぜ。じゃあ、あ、俺ジュディなんだ。全力、全力、全力、全力。ここが貴様らの終焉の地だ。あんた、ブラスティアをそんな使い方して許されると思ってんの。羨ましいのか、俺の左腕が。その執念、もっと別のところに向けろよ。おい、もう、おい、はめられてるぞ、みんな。恐れろ、俺が。もっとくれよ。言われつかりは、もうついゼロに引き出しちまった。回復します。月曜日はなく、もうつい、もうつい、あたたいないぜ。よっと、月曜日、きらめきた。あたたたいない、あたたたいない。おい、待って、魔法ダメだ。待て、なんか回復してんぞ。ダメだ、魔法打たせるな。こいつ魔法ダメなタイプだ。どうしよう、じゃあ。じゃあどうすればいいの。リタいらな、じゃあ。お前、カイツ多いって言うの。アイシャほら、よっと、おせえ、あっこいつ、大臣。あ、この子。ぶっ殺す。あ、魔導吸引してる間に楽しくなってきた。落ちてこねえぞ。幽霊はめられてる、はめられてる。やばっ、これガチのハメだわ。本気ではめられてる。大丈夫
なことしていいの？やばすぎだろ。死ねよクソゴリ。怒りました。見せるわよ。はぁ、ちょっと早く勝ってバカ。うわマジでアーツできなかったんだけど。1万6000個フラフラするな。あ、立て。あ、なんかバグってる、バグってる。こいつバグってますよ。兄さん。これね、奥義が良くないわ、こいつ。なんかもっとまともな奥義ないんか。ポケツのこと忘れた。あ、やめてん。ナイス。奇妙な腕に仕上がって。見逃さないわよ、私は。怖いね、なんかジュース怒ってない？ちょっとやばかったね、あのハムナーザー有利の。あ、コンピューターがあんなことしていいの？いい感じだわ。力が湧いてきました。ちょっとやっぱジュディ使いづらいな。あのデモ悪い攻撃の。上級者向けだわ。やっぱ俺みたいな戦闘ベタには制御しきれてない。あんな無茶な使い方するから。ブラスティア風情が俺に逆らう気か。やば、暴走。あら、どうしてこんなところに。偽物のために捕まえてあった魔物だ。今まで魔物を閉じ込めていたシルトブラスティアが壊れたんだ。逃がさないわ。ジュディが、あら、魔物の掃除が先だな。ジュディ追いたい。えらい、ちゃんと仲間のために魔物を討伐してくれてるわ。ちょっと待って、ユーリ使おう。やっぱりダメだ、俺にはまだジュディさん早い。ファイングミで、節約6じゃあパス。よし、えいえい、先生あるのみ。ビルベル、ビルベルからやっちゃうか。あ、待って、術技全部あれだ、リタの止めちゃってるわ。いいよ、全部オンにしよう。はい、で、ペッタンですよ。全体が通りないんだ。え、なんか俺毒になってるけど、なんで。ポイズン、おい、余裕。ナイスナース。勝利の合図、行きます。どうぞ。はい、頑張ったわね。あ、イメトレ覚えたね。うん、ウルドラ
ハイパーよ。え？リベットだろ。なんでハイパーヨーヨーつけてる？俺さっき変えちゃった？弱い武器から使っていくよ。はい、オッケー。全員殺せってこの敵。隙だらけね。嫌じゃない。スパイダー。ハングリースパイダーファイヤー。被害じゃん。間違えた。ちょっと待てよ、火が弱点か。じゃあもうファイアボールオンリーにしろ。その微笑みを我らに。ナース、勝利の合図、行きます。ほい。はい。うまくなったもんだ。ガチで姫っぷだな、エッセルを。あら、2人倒したら、2匹倒したら OK になっちゃった。こりゃ、ちょいとしんどいね。口じゃなくて、手動かして。な、何？強っ。ちょっと、どういうこと？この箱のせい？あ、あいつ！騎士団に告ぐ！ソリアは正体を指揮し、散った魔物の討伐に当たれ。客を避難させるのが先だろう。残りは私と観客の護衛だ。魔物は一匹たりとも逃がすな。えらい。まあ、フレンなら考えてるか。ちゃんと隊長らしさも板についてんじゃねえか。俺たちは行くぞ。ジュディスとイヌコロが先に行ったわよ。ああ、やれやれ。ちょっと待てよ、おいってば。ジュディ、ラピードと別れました。取ったの？なんかパニック起こしてますね。まあまあ、物が逃げ出しちゃって。怖いってばよ。シャドウボクシング、ボクシング。ワンランク上のおっさんはこんな時にも冷静に魔物一発で退治する。こいつ、なんて言うか、闘技場の方で何かあったようです。現在状況確認中ですので受付を目指しております。何、どうした、何があったんだい。闘技場の方から結束があったヒゲオジが出てきたけど、なんかいつもより倍マシで忙しいよ、ヒック。こいつ酔っ払ってんのか、なんかフラフラしてんなと思った。街の外に逃げられたわ。逃げ足の早い野郎だ。まだラピードが追ってる。ラピードが追いついてくれてればいいんだが。てか犬より早く逃げれるの。それにしてもどうなってるの？なんでラギーさんが。どうやらはめられたっぽいらしいな。フレンの任務を妨害するために俺たちをけしかけたんだ。ムカつくやつだ。任務？お姫様を連れ返しにってことじゃなさそうだぜ。それなら闘技場の大会に出たりしないからな。じゃあ一体何なんでしょう。さあな、ラーギーの思惑を邪魔するものだったってのは間違いなさそうだ。でもあの温厚そうなラーギーさんが箱を奪ってった時のやつは温厚なんてことじゃなかった。確かに縛ってたね。ルーインズゲートは表向きの顔ってやつかもね。それにしてもあの箱を奪っていくなんて。クリアシエルって一体何だったんでしょう。分かってるの、私の魔術があの箱のせいで暴走したってことくらいかしら。オーディブラスティアが制御できなかったのなんて初めて。ねえ、喋ってる暇あったらワンコ追いかけた方がいいんじゃないの。確かに一理ある。そうね、行きましょう。年の子だね、おっさん。間違えた。ラーギーについて
ラーギーの野郎。一体何のためにあの箱を。天才少女の魔法ちょい異常だったからね。あの箱と関係してるって思ったんじゃない。ラーギーさん、箱の中身が何か分かったってこと。追いかけて捕まえればはっきりするわ。そうね、中身が分かったから盗んだというのならクリアシエルのことも知ってるんでしょ。確かに。捕まえればヨウムゲンの町のこともわかるかも。一気に進むじゃん。こりゃますます逃がすわけにいかねえ。はい、急いで追いかけましょう。一旦やぐや。おい、やぐやいけねえのか。じゃあ一旦セーブして、ここで終わってもいいんだけど、まだ1時間ちょっとか。正直眠いが、ちょっとなんかキリが悪いんで、もうちょっとやっちゃおう。いやでもダメだわ、ラーギーのイベントめっちゃ長かったから。確かにこっから俺の記憶では、ここで一旦やめとこう。でちょっと仮眠を取って7時か8時か9時かそこら辺から始めるか。ちょっと寝てからまた始めよう。1時休憩。結局1時間ちょっとしかできなかったな。ネミヤ、セーブしたからゲームを終了する。やっぱやめた。ちょっとやっちゃおう。まあちょっと眠いけど、せっかくの休みなんだ、ちょっとぐらい無理してもいいんじゃない。パーティー来てくんねえかな。ほら、そこ気にせんも聞いてすまんないぜ。そうや、伊藤健の話。伊藤健様の超能力要素をもし外れたら、権利は全て返却するよ。何があったの。探検家みたいな衣装のおじさんが町の外へ駆け出ったわ。何なの事件。ああ、ワクワクだわ。ラピード。あら、どうした？ねえ、これ。ああ。こいつがあれば匂いで終えるんだ。なるほどね。あの箱を取り返さなきゃ。それもあるけどな。ギルドは裏切りを許さない。うん。西の山脈は旅支度のないまま通り抜けるのは無理だと思うから、追い詰められそう。ああ、とっ捕まえるぜ。闘技場の方は大丈夫でしょうか。ウレンがどんどんしてくれるよ。じゃあエステルたちはここで待ってる？え？これはギルドの問題だしな。お嬢ちゃんたちがついてくる理由はまあないよな。ごめんエステル、私は行くわ。あの箱が気になるし、それにあの箱盗んだバカに落とし前つけたいから。私は。自分で決めな。行きます。騎士団を妨害しようとしたのなら、何か帝国にも関係があるかもしれないから。あるかもね。そっか。まあ闘技場の方は大丈夫だろう。フレンがうまくやるさ。じゃ、準備が整ったら早速追いかけよう。てかアイテム買っとかなきゃいけないわ。今思う。五大ギルドのあと一つ。アルトスク、ギルドドマルシェ、それにルインズゲートとブラッドアライアンス。やっぱり一つ足りませんね。それは一体何の話だ。ユニオンの五大ギルドですよ。これまで4つとは関わりましたけど、あと1つも。ああ、そういや名前も聞いたことねえ気がするな。あれ、なんだカロル、五大ギルドってあと1つどこなんだ。ああ、それなら、ああそうだそうだ、カジギルド、スミス・ザ・ソウルだよ。へえ、そんなギルドもあったんだな。多分、ユーリもスミス・ザ・ソウルが作った剣とか知らずに使ってたはずだよ。鉄槌のギルドマークが入った武器とか見たことあるでしょ。ああ、下宿先のおかみさんが使ってた包丁にそういや刻まれてた。やっぱキリがいいな。ここはキリがいいな。準備してこいってことは結構長くかかるダンジョンなのか。
そう思ってるの。じゃあ寝た方がいい。よし、ではちょっと仮眠をとってまた朝からやろうかなって思ったり思わなかったり。あーでも明日はね忘年会がありそうなんだよね。なんかあの同期とのめんどくせえ、行きたくねえ。正直ゲームしてたー。まそれはそれでしょうがない。ではまた午前中からまたやろうと思いますので、よければ見に来てください。ではお疲れさんした。